ごきげんよう、タコボンドですよね。アークポケットモンスターやっていこうと思います。いやでもいろいろ今までやってきて、結構ね、伝説のポケモン。すごい懐いてくれてるようだね、このメガレクーザー。いやただここから降りると骨折れそうで怖いな。一旦とりあえず戻しとこう。いやこれ天国に行くパターンだよ。あ、生きてた、よかった。さあとりあえず今まで捕まえてきた伝説のポケモンだったりね、幻のポケモンをボールに入れて伝説パーティーで旅に出ていこう今回。さあといってもこの世界ね、伝説が強いとは限らないんだよね。普通のポケモン、野生のポケモンが強かったりもね、したりもするから。例えば球根とか、あと球根とかですね、あいつは強いから。とりあえず今まで捕まえてきた伝説をボールに入れてこう。さあレクーザも入るんだ。ダークライもいたね。さあボールによし入れといて、でこれね、今多分このポケモンもっとバグが起きてて、こうポケモンに乗ろうとするとクラッシュするみたいなんだよね。でゲームが一回落ちてまたゲーム起動するのにね、1、2分かかるから結構めんどくさいんだよね。だから今回はね、乗らずにやっていくか。これいつ治るかね、わからないけど。ラティアス、ラティオスもいたね、そういえば。あれ、まあ、こっちのボールに入れとこう。よし。あと、ラティアスはどこだ？いたいた。よし、ボールに入れといて。さあ、これでとりあえず、今まで捕まえてきた伝説のポケモンは、ボールに入れたかな。まあ、見た感じも伝説はいないね。幻とかも。じゃあこれで旅に出よう。みんな行ってくるからな。行ってくるからな。じゃあこのポケモンパーク頼んだぞ。巨大になっておけばね、悪いやつは入ってこれないと思うから。さあこれでやってくか。あれ挟まってる挟まってる。よしよし。さあこの扉を開けてやっていくか。頼んだぞ。閉めといて。あ、このゾロワークはどうだろう。まあ、確か伝説ではなかったと思うけど、伝説っぽいポケモンも、まあ、映画の主役だったからね。そういったポケモンも連れてこう。さあ閉めといて。じゃあ行ってくるからな。頼んだぞ。さあ悪い生物いないかな。よし、いい感じにここサムネとして使えそうだね。じゃあサムネ撮影終了ということで、さあ旅に出よう。さあみんな来るんだ。いいねいいね、来たぞ伝説たちが。伝説大集合だ。いやーこのね、世界を滅ぼしそうな、例えば球根とかいないかな。あとこの世界を侵略しそうな球根とかをね。おっとここにヤバい生物いるぞ。さあやるんだ。こいつらいるとね、もしかしたらこの地球が終わりに向かうかもしれないんでね、倒しておきましょう。さあやるぞ、やってくぞ。いいねいいね。いやこれ聞こえますかね、このペチペチとした音。これがだいぶ効くんですよね。これが伝説の戦いか。地味すぎるな。まあ、これがこの世界だから仕方ない。さあどうした、他のやつとも戦ってるね。ライチュウもいるぞ。なんだこれ、激しいぞバトルが。おっとここでなんか一匹戻ったね、ボールにやられちゃったか。お、倒していったか。まだなんか敵がいるみたいだね。とりあえずやっていこう。そう、戦に侵略しそうなね、生物は倒しとこう。いや、これ、大丈夫？これ。あ、ライチュウ。ごめん。
じゃあまだまだね、この地球を破壊しそうな生物とかいそうだからね、そういったのを倒していこう。いや、危険な生物いないかな。倒してね、この地球を救いたいところなんだけど。まあ、平和にしていくぞ。さあ、こっちの方はどうだ？あれ？どういうこと？僕たちが危険だったっていうこと？とりあえずなんとか起動して、またやってるんだけど、恐竜のね、出現率を、まあ、いつもポケモンもっとやるときは 0.5% にしてるんだけど、今回はね、2倍にしてみました。設定で。何かいないかな？まあ、恐竜 VS ポケモンとかもね、見てみたいから、何か恐竜いたら戦わせたいんだけど、まあ、今回のこのポケモンモッドは倒されてもね、やっぱりボールに戻るから、何度でもね、戦わせられるから。あ、いたいた、早速いた。さあ、あの巨大なブロントサウルス、首長竜だね。さあ、早速倒していこう。いけるかな。さっきのポケモン2匹は余裕でいけたけど、今回どうだ？この恐竜は結構体力あるからね、まあ、みんなで囲っていけばいけるはず。さあ、伝説のポケモンと恐竜のバトル始まったね。おっと、ここでソルガレオが倒されたね。まあ、仕方ない。そして、どうした？戦え。さあ、いい感じのバトルが始まってるぞ。さあ、どうなんだ？結構頑張ってるね、この首長竜も。おっと、さあ。いや、さすがだ、伝説。なんか別のやつと戦ってるけど。もういいんだぞ。平和的なポケモンは倒さなくていいんだぞ。まあ、仕方ないか。これで仕方ないか。お、よくやったぞ。よくやったぞ。じゃあ他にもいないか探してみるか。やっぱ伝説のポケモンだから、それなりにやっぱ強いね。伝説ってところを見せてこう。俺クザ。テンション高いな。いや、このバトルを楽しんでるよ、レクザ。まあ、この調子で何かいないかね、探していくか。おお、みんな来てるね。やっぱりいつもは、突然何がやってくるかわからないからね、怯えながらポケモンとか捕まえていってるけど、これだけいるとなんか安心するね。みんな、恐竜といったら、あの男がいた。こっちだ、こっち。で、じゃあそこだね。ティラノサウルスいたぞ。なんかやられてる。人影がやられてる。助けてあげるんだ、みんな。やっぱやばい生物だからね、こういうのは倒しておかないと。さあ、これで、恐竜の世界じゃないぞ、もうここは。ここはポケモンの世界なんだぞ。なんでお前がいるんだ。さあ、やってこう。ポケモンの凄さをね、見せていこう。いいね、いいね。お、倒したか？早い。さっきの首長竜より早いぞ。いや、よかった。これでね、人影の命救えたぞ。みんなよくやったな。これでね、人影も、これからね、成長してね、進化して、リザードになって、最終的にね、リザードになるよ。どうした？挟まってるけど、まあ、ここら辺はあとヤバい生物はいないからね。これでこの地球は平和になったね。ということで、さっきのバトルで人影の命も救えたところで、まあ、世界が平和になったんでね、今回はここで終わります。ぜひね、チャンネル登録、またはね、このポケモンモッドをもう一回やってほしいだったり、もっとやってほしいっていう方がいましたら、グッドボタンお願いします。それじゃね、終わります。